はい、こんにちは。パーカッション高文です。ゼロから始めるパーカッションボンゴ編。この動画では、ボンゴのマルティージョについて解説していきます。マルティージョとは何かと言いますと、キューバの音楽で演奏されるボンゴの基本的なリズムパターンです。ボンゴっていうのはもともとキューバがルーツの楽器ですからね。で、前回やりましたヒールトゥ、特に左手のヒールトゥを使って演奏します。実際やってみますね。こんな感じです。ワン、ツー、あ、あ、あ。はい、簡単に言うと、左手のヒールトゥーを使うことによって、こう、パターンの中にいろんな種類の音色を作り出して、それが結果的にこう、リズムの流れを作っていくようなパターンになります。で、アクセントはですね、基本的にはつけずに全部同じぐらいの音量で、タキトクタキトクと叩きます。ちょっと深いこと言いますと、本来のキューバ音楽では、このボンゴのマルティージョっていうのはですね、だいたい曲の平歌の部分、まだ前半部分のですね、あんまり盛り上がっていないところで叩かれて、それをだんだん崩していくんですね。こう、タキトキタキトキって。叩きながら、だんだんとそのパターンを崩していって、要は、フィルイン、おかずを入れていくようになります。で、それでだんだんこう曲を盛り上げていくような役割を担うんですね。ちょっと簡単にやってみます。ワン、ツー、あ、あ、あ。最初はこうやって叩いてみます。で、これをだんだん崩していく。はい、なのでマルティージョっていうのはですね、こう特別何か主張するわけではなく、もう限りなくフラットにフラットにひた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 と刻んでいくようなリズムパターンになります。そのことを踏まえてですね、実際にやってみましょう。ではまずボンゴの高い方だけを使って練習していきます。ワン、ツー、スリー、フォーのワンとスリーを右手のオープントーンで叩きます。指でも指のひらでもどちらでも大丈夫です。One, two, three, four. 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 これだけですね。で、two と four は左手で叩きます。で、heel, two, heel, two とやっていくんですけども、先に two ですね。One, two, three, four の two に two、two に two。One, two, three, four。で、four に heel。Two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four. これだけです。で、ヒールの時も、トゥーの時も、こう、叩いた後はずっと、打面に指をつけたままにしておいて大丈夫です。One, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four. で、これにさっきの1と3、右手を合わせると、はい、つまり、右手で1を叩くときには、左手のヒール、この親指側ですね。親指側が打面に触れている状態。で、今度右手の3を叩くときには、左手の2、指先が打面についている状態です。こう、打面を左手で触れることによって、音色をいろいろと変えています。で、試しにですね、右手でこう、叩きながら左手親指のヒールの位置をいろいろと変えてみてほしいんですけども、こう左手を押さえる位置とか押さえる強さによって音色変化しますよね。
で、大体基本的にはですね、この親指がこの打面の真ん中あたりに乗ってる状態が基本なんですけれども、いろいろな位置で試してみて、一番良くなるポイントっていうのがですね、ボンゴによってあると思いますので、まあそれをちょっと叩きながら探して、あ、この辺がいい音するなっていうポジションでやってみてください。で、口で歌うと、タッキトック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 のような感じです。こう一音一音ですね、音色は違うんですけれども、だいたい音量が同じになるように叩きます。で、慣れるまでしばらく叩いてみましょう。はい。では次はこれに低い方を組み合わせていきます。パターンの周期としては、1、2、3、4、1、2、3、4、2回分。つまり8発ですね。8発で1つの周期になりまして、2回目の3で低い方を叩きます。つまり、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4ですね。3が低い方。このマルティージョを叩くときは、この低い方をですね、指で、ポンポンと叩かずに、指の全体、指のひらを使って叩きます。これは基本の叩き方のところでやった、指のひらで低い方叩く。ちょっとこの第二関節あたりを打面に密着させるような形ですね。まあ、モフというんですけれども、こう、ポーンと音を伸ばさずに、クン、クン、クンと、ちょっと低い声分を強調するような感じ。これで叩きます。1、2、3、4、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 
左手はずっと一緒ですね。ワン、ツー、ティー、フォー、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 ワン、ツー、ティー、フォー。はい、この低い方は指のオープントーンで、ポンポンと叩いちゃ絶対ダメっていうわけではないんですけれども、こうやって叩いてしまうとですね、こう高い方がこうタイトな感じなのに対して、このポンっていうのだけちょっと浮いちゃうんですね、サウンドが。なので、こうクンと若干ミュート気味に、でもまあ音は完全に止めないぐらいに抑えて、クンってやってあげると、まあ本来の感じになりますので、ぜひですね、今まで指で叩いてた人はこのクンって叩く感じを練習してみてください。はい、では今までやってきたアクセントをつけてオープントーンで叩くリズムパターンとこのマルティージョを比較してみます。これが今までのアクセントのパターンで、マルティージョは、こんな感じです。で、このサウンドのキャラクターがですね、だいぶ違うのが分かったかなと思います。ざっくり言うと、このアクセントで叩く方は明るく軽やかな感じ。で、マルティージョで叩く方は、こう、ひたひたひたと地面を這うような感じなので、このマルティージョのですね、キューバ音楽以外での使い道としては、例えば、リズムをですね、タイトに出したいとき。こう、締まったサウンドなんで、リズムが結構タイトに出るんですね。あと、あんまり明るくしたくない、しっとりとしたバラードとか、ボサノバなんかでですね。こう、ひたーっと演奏すると、なかなか合うんじゃないかと思います。
一曲参考音源として、インコグニートというバンドのコリブリという曲をですね、YouTube のリンク貼っておきますので、ぜひ見てみてください。これはもうかけた瞬間にですね、このボンゴのマルティージョが聞こえてきますので、あ、こんな感じかっていうのをですね、ぜひ聞いてみてください。はい、というわけで今回のレッスンは以上になります。お疲れ様でした。最初のうちはですね、この右手と左のヒールトゥーを組み合わせて叩くのがちょっと難しいかなと思いますので、ぜひゆっくりやってみてください。慣れるとですね、非常に楽に叩けるようになりますので、まあ慣れるまではじっくりと、練習してみてください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッション情報やレッスンなどを配信してますので、チャンネル登録まだの方はぜひお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。